ラージェ・エンドラ・プラサードは、インドの初代大統領。通称、プラサド博士。カルカッタのプレジデンシー大学で卒業後弁護士となるも、1916年に大学を退職して、ガンディの不服従運動に参加。4度も投獄された経験を持っている。戦後は、全員国民会議のメンバーに選出される。1932年1月4日。 ガンディーと共に拘束されたバンラブバイ・パテールの公認として全員国民会議派長に任命される。その後1934年、1939年、1947年の3度選出される。独立前の1946年には食料農業省1950年1月26日、インド共和国は新憲法を発布し、 完全独立を宣言。これに先立ち憲法制定議会は23日に共和国初代大統領選挙を行い、インド国民会議のプラサド博士を満場一致で選出した。ただし今回の選挙は臨時的なものであり、総選挙後に再び選挙を行うこととされた。また憲法制定議会は大統領選出と同時に正式な立法議会に切り替えられた。 1957年5月10日、NN ダース、チョードリー・ハリラームを退け再選を果たした。1958年9月28日には、来日し、昭和天皇、岸信介首相と会談している。京都市内も観光し、大谷大学から名誉博士の称号を与えられた。1962年4月、体調不良のため辞任。 1963年2月28日、ビハール州パトナの自宅で死去。オンビン左派の立場で、党の長老として、左右両派の調整役に奮起してきた。ジャワハルラールネル首相の影に隠れていたが非常に、穏やかで人間味のあふれる人物だった。菜色主義者、ありがとうございます。